えー、はい、おはようございます。えー、コンピューターネータでお送りいたします。昨日 <coughs> お休みあの午後かっと取り組んでいまして、この間からえー、っと関あのチャイティンさんのオメガの関連でその時間制限付きのイバルですね、えー。チャイティンさんはトライという独自の関数でえー、っと時間制限付きでイバルをすると。 でそれもそのバイナリーで2進,2進数をリストにしたものを与えてそれであの S 式と見て評価をしてイバルをして停止可能かどうかをチェックしていくという独特のものなんですけども、えー、とあの C 言語で書き直して組み込み関数としてトライそれからリード・エクスプを 整備し直しまし直またそして合わせて昨日あのバージョン2.70としてリリースしております。で、えっ、ー、と、エグザンプルのところにチャイティンリスプっていうのが入っていて、これはそうなんですけども、えっ、ー、と、カウントハルトですね、えっ、ー、と、2進の,の N ビットのリストを生成して、で、それをプログラムと見て、 S S 式にしてそれが停止可能かどうかというものです、えー、長いのになるともう少し時間かかるんですが例えばカウントあると、えー、8ビットを8ミマイクロ秒で実行する程度だったらすぐですえな、ー、あれこれしかないのかなあれあ大丈夫なんか数字怪しいなあの えと8ビットで計算するということは2の8乗256あるんですけれどもそのうちの12以降が停止をしたと、まあ、停止といってもあのおそらくあの数値の1から0まではこれ、えー、と単純に停止しますのでプラス何だろうな t か t とかは、えー、そのままあの 評価可能ですんで、そんなもんですかね、12個っていうとね。だから、256分の12が8ビットにおけるオメガってことになりますし、から、16ビットを計算すると,と、4253の場合について停止しましたよということで、ということは、16ビットだから <laughs>、いくつなんだ。 1024か。違ったっけ ?256×256 256で、違う違う。あ、これで消すんでエクスプット2のあ16乗は65,536。65, のうちの4,253の場合について停止したってわけですから、えー、オメガ割ることの、だから0.06489ぐらいですかね。 え割り算すると出現頻度としてはということなんですけどもえあ違うんだねチャイティンさんのあれビット列を小数点で見るんだっけね <laughs> ま,あまあとりあえずあのえっとこのえトライという関数それかリーでいくつか関数はまあ小さい部分であれば計算できるなということでチャイティンさんこれ8000ビット計算したってんだけどどのくらい近かかったのかな <laughs> あの えー、ロバスのやつをテストするのにいいかもしれないですねなんと思いながら、えー、と昨日、えー、あの動いた動いたって浮かれながらやってたんですけども、えー、あの数学的には非常に面白いところですねで早速あのネットでね 問いかけてみました英語のレディットですけども、えー、バージョン2.7に上げたのよってのとそれからそのチャイティさんトライとかあの関数入れたんでお試しをってことを入れたんですけどね俺、あのやっぱりどうも、ね、アンチがいるんだよね出してもう、ね、直後に、ね、ダウンポート食らってゼロになってたんですよ。 よっぽどこういうのを嫌いなのか、俺のことが嫌いなのかわかんないんだけども、えー、っと、それで、あの、今朝見直してみたら、あ、また復活してたって感じで、あの、プラス1まで戻ってましたんで、まあ、誰か興味持ってくれてるのかな、なんていうふうには思っております。えー、っと、面白いんですよね。あの、これ、なんていうのかな。これ、複雑性ですよね。うん あのこれちょっともうちょっと突き詰めて考えていきたいなと思ってるんですけども、えー、プログラムとしての面白さはですねあのおかげでだいぶバグが発見できました <laughs> というのは、えー、大部分はね停止以前にですねあのシンタックスとして、えー、エラーになるんですでチャーティンさんの説明、えー、があの なんてそういう形式的な、こういう形式になっているもので、あちゃこちゃ話がいってるんですけれども、えっ、ー、と、端末のコードなんか見てると、そらくですね、トライ関数はですね、えっ、ー、と、サクセスした場合であって、もう、あサクセスの場合は成功で、それはそれでいいんですけれども、フェイルスの場合は、2通りあるんですよ。あの、シンタックスで、そもそも S、ね、式として評価不可能っていう場合と、 それから評価してみたけれども、えー、と所定時間内に計算が終わりませんでしたという場合で、1文字ですから、プログラムとしてはほぼ意味をなしていないので、えーと、大部分はですね、フェイリスの大部分はあの、シンタックスとして評価不能なんですよ。で、その場合はですね、アウトオブとアウトオブデータという値を返すような仕様だそうですね、そういうふうにしています。時間内に終わらなかった場合のフェイリスは、アウトオブタイムというふうなシンボルを返すようにしています。 えー、なんてことでやってみて、いわゆるね、バグ見つけたのはね、あのほとんど通常問題ないんですけれども、えー、と本来エラーを起こさなきゃいけないやつがエラーにならないで、中途半端になったのがあって、でそれでそのねフェイルスなんだけれどもあの、そこで計算止まっちゃうみたいなのがあったもんですから、あこれ、ちょうどいいや機会だと思って、こまごましとか直して、えー、動くようになりました。 えー、なんであの、もしよかったらあの、えー、見てくださいあと。GitHub にもね、あ、そう、チャイティンさんのオメガ、まだあんまりしっかり書けてないんですけれども、えー、とドキュメントのところにチャイティンのオメガということであの、この拡張関数のことについて簡単に、えー、メモをしてあるんですけれども、えー これなんか面白いだったらあの参考にしていただければなと思ってます。あのまあ、リスパーにもいろんなタイプの人たちがいるんですけど、私はどっちかというとその計算機遊びでそれもその数学との接点のところが面白いんですよ。あのこの点のオメガだとかあと不完全性定理だとか。 あ数式処理だとかとか言いながらあれがまだアインシュタインの,あの重力方程式の野郎ってテンソル計算がすげえまだ中途半端なんですけれどもそういうのが楽しい人ですであの一方であの実務に役に立たなきゃいけないっていうんで、えー、ウェブアプリケーションだとかね、えー、GUI だとかうそういったのを重視する またリスパーの人たちがいて、うーんなのですけれども、私はどっちかと,いうとこっちの方ですね。まあ、一応あのいすいす、あのイーザースイス、GUI のあの、えー、だとか、ティクル TK なんかもあライブラとして備えてますし、簡単なあの TCPIP の、えー、とサンプルも入ってますんで、えー、お遊び程度には使えるかなというふうには思っております。あ,あと あのプログインタープリーターもですねあの、コンパイルして、えー、と起動できるようにライブラリでやりますので、まあ、いろいろこう、ソ遊びとしてですね、かつての,あの古典的人工知能で やったみたいなことだとか、計算科学の基礎の基礎を作って計算機実験して遊ぶみたいなことについては、結構あの手前味噌でありますが、これ結構いけてるんじゃないかと思いますんで、えー、ぜひあのお試しいただきたいと思います。えー、忙しくなるととここういういやって遊びたい <laughs> 忙しいとか言いながらねでもやっぱこうやってやってると頭がすっきりするんでまたお仕事も励みになるもんですんで、えー、というふうなところですはいそれじゃあまたお会いいたしましょう。